こんにちは、戸田悟です。今回はですね、工場見学スペシャルということで、過去の工場見学をまとめましたので、夏休みの機会にね、ぜひご覧いただければと思います。おすすめです。今回はですね、夏休みのスペシャル動画ということで、工場見学動画のね、総集編お届けしたいと思います。これまでね、僕、多くのパソコンのね、メーカーの工場を見学しております。その中でもね、 YouTube で撮影したものを今回集めてみました。全部でね、4つの工場を今回ね集めました。レッツノートですね、レッツノート2回行ってますので2本になります。それから富士通ですね、これ島根の工場、マウスコンピューター、これ長野の工場、それからですね HP のですね東京工場ということで、全部でね4社の工場を5本の動画で集めておりますので、夏休みのね大人の工場見学気分でですね、まあちょっとね、自由研究っぽく見ていただけると楽しいのではないでしょうか。それぞれのね、見どころを最初にお話しますので、ぜひね、そこから見ていただければと思います。最初にですね、パナソニックの神戸工場ですね。これ、レッツノート等を作ってる工場ですけれども、ここね、2回撮影しております。工場だけではなくてですね、その堅牢性のテストとかね、まあ工場の一部といえば一部なんですけれども、含めてね、撮影してます。レッツノートはですね、国産の度合いがめちゃめちゃ高くてですね、いわゆる基板から製造しております。パソコンのね、まあマザーボードと言ってもいいかもしれませんけれども、そういったね、ボードから自社で作ってます。自社製造の割合が非常に高い工場となっているので、そこをね、ぜひご注目ください。なんならね、その基板製造装置もパナソニック製だったりしますよ。大手はさすがですよね。で、さらに、レッツノートって堅牢性の高さで有名じゃないですか。だからね、例えば、ラフに多少扱ったり、万が一落としたりしても、故障しにくいように、テープとかね、端子が外れないような、ケーブルとかね、端子が外れないように、テープで留めるとかね、細かい工夫をたくさん凝らしてます。その辺もね、ぜひ注目してください。こんにちは、戸田悟です。今日はですね、どこにやってたでしょうか。もう映ってるんでわかりますよね。パナソニックの工場に来ました。ここは神戸です。レッツノートを作っている神戸工場に潜入する許可が出たので、今日はやってきました。皆さんが興味あるですね、レッツノートの秘密を紐解いていきましょう。なんでレッツノートって値段が高いの？なんでレッツノートって壊れにくいの？そのあたり、皆さんが知らない点を作ってる現場からお届けしたいと思います。はい、ということでこれからですね、レッツノートの製造ですね、ラインを中心にこの神戸工場の中をご紹介したいんですが、まあ、はっきり言ってですね、僕パソコン作ってる工場多分7つか8つぐらい、スマホの工場等々を入れるともう20以上の工場を見てきてるんですが、ぶっちゃけ工場紹介って面白くないんですよ。なぜだか分かります？何見てもさっぱり分からないから。ということで今回の動画では面白い工場案内をしたいということでちょっと工夫しました。で、実はこれがですね、パソコンができるまでの大まかな流れなんです。で、まあ、製品を企画して開発して設計して、まあ、この辺は工場ではない。こっから先がこの製造と書いてあるこの枠の中が工場の役目なんですけれども、今回紹介できるのはその中でこちら、基板を作るところ、それから製造の組み立てラインですね、基板とかいろいろな部品を組み立てるラインで、組み立てたものを検査する、で、コンフィグってこれ後で説明しますけれども、まあ、キッティングとも言われています。で、最後に出荷するというこのですね、4つを中心、あ、ごめんなさい、5つですね、ここ入れると、これちょっとおまけです、あまり考えなくてもいいです。この4つを中心に見ていただくんですが、今回はですね、重要なのはこれ見方なんです。ただ単にこうやって作ってますっていうのを見ても面白くなんともないんですよ。なぜパナソニックはそうやってレッツノートを作ってるかという秘密を皆さんと一緒に紐解いていきましょう。それによって分かること1、なぜレッツノートは高いのか、高い理由2、どうして壊れにくいのか、まあそのあたり、特に2はですね、検査テストなので、それは後半の動画になります。この1前半の動画はレッツノートが高くても売れている理由、高くても納得して僕も買っている理由が、実は工場をよく見ていくと分かるというわけなんです。ということで今回一緒に工場の中を紹介しているいただける方をお二人紹介します。はい、で、基板ですね。基板って何って、まあ簡単に言うとパソコンの中に入っている、昔でいうマザーボードとか言われてたものですよね。中に入っているあのグリーンの板にいろいろ部品がついてるやつ、基板、
で、こちらの紹介を川上さんがしていただきます。川上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、それ以降ですね、この4つの紹介は林さんにしていただきます。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、皆さん見どころそれぞれでちょっとお話しさせていただきますので、お楽しみにご覧ください。しかかりづらいといいな。はい、それでは基板を作る工程にやってきました。これをですね、 全レッツノートをパナソニックでは自分の会社で作ってますっていうことをやっている国内メーカーっていうのは実は大手では他にはないんですね。で、今回はですね、この基板の工程について川上さんにいろいろ教えていただきますが、すいません、ピンマイクが1個しかない上に、まあ分かると思うんですけれども、工場なので中で音がしてますということで、川上さんの声皆さんに聞こえないと思いますが、そこは僕が代弁する形にさせていただきます。で、この基板なんですけれども、これ何かというとですね、このグリーンの板の上に細かいパーツが乗っかってます。で、これをもうミクロン単位で正しく乗っけて、今度これを焼きます。焼いてハンダを溶かして固定する。大雑把に言うとそんな流れですが、はい、合ってますでしょうか。合ってます。合ってるということで、では早速見ていきましょう。はい、ということで、これがですね、基板を実装する装置です。で、見てください。これがパナソニック製っていうのが、レッツノートタフブックを作っている強みの一つですよね。自分の会社で作っている製造装置、基板の組み立て装置を利用できる、当然有利ですよね。で、まあ、川上さんによるとですね、人間でいうと腕が2本に指が16本あるようなイメージで、高速に基板の上にさまざまなパーツを乗っけていきます。はい、ということで、向こうの実装装置でボードの上に載せたさまざまなパーツをこちらの250度炉で焼いてハンダを溶かして固定します。まあ、イメージとしては250度オーブンのような感じですね。はい、こちらはですね、炉で焼いた基板が正しくできているかチェックする装置です。で、この画面は上から映しているようになってますけれども、まあ、実際川上さんに伺ったところ、斜めからも見て 3D 的にですね、正しい位置にセットできているかをチェックしているそうです。はい、こちらはロボットでですね、基板の周囲等のいらない部分をカットしている工程ですね。ここはもう全自動のロボットが作業をしています。はい、こちらのロボットは手が2本に目が2つあります。で、人間のような動きをするロボットで、実はあの目でですね、ディスプレイに表示される OK や NG を読み取って作業をしています。で、受け持っている作業はですね、出来上がってきた基板のチェックです。で、この後基板を切断することになります。はい、で、今こちらにやってきました。こちらはですね、今こう丸この字型というか、円四角形というか、そういう形で人が並んでますけれども、これがいわゆる製造ラインですね。基板とかさまざまなパーツ、本体とか液晶とか、いろいろなパーツを組み立てているラインになります。で、いわゆる流れ作業でスタートして作っていきます。で、一つのモデルごとに一つのラインがありますということで、ラインの数はまあ大体8つぐらいあるんですけれども、すごく売れてる製品があればライン数を増やしていくという形になります。で、皆さん気になるのがこれだと思うんですけれども、大体ですね、1分間に1台出来上がってくると。で、1台にかかる時間はまあ1時間程度と、つまり皆さんの作業が1分ぐらいというわけですよ。で、どんどん流れ作業で作っていき、まあ、最終的な出口というか、出来上がったところでは1分間に1台ぐらいレッツノートができてくるということになってます。はい、こちらではですね、カメラやワイヤレスモジュールのコネクタをつけたり、ケーブルを接続する工程をしていますけれども、注目していただきたいのは、今作ってらっしゃる方が手に持っているパーツというか道具ですね、独自のですね、ツールを作って、自作ですね、工場内で作って、小さなコネクタとかケーブルとかをきちんと正しく短時間で差し込めるように工夫してます。こういうですね、オリジナルの道具を作って、まあ、効率的にかつ確実に作業ができるように工夫してます。これがですね、まあ、手作りでありながらも効率化している部分ということになります。はい、こちらではですね、メインの基板から横にですね、今黄金のケーブル、そうだな、オレンジ色って言った方がいいですかね、フレキシブルケーブルが伸びていますけれども、そのケーブルのコネクターから外れにくいようにテープを貼ってます。黒いテープですね、まあ、他の部分にも貼ってるんですけれども、この工程はですね、もしかするとなくてもいいかもしれません。でも、このテープを貼ることによって、ユーザーの視点からすると、まあ、内部でケーブルが外れて壊れちゃったということが非常に少なくなるわけです。で、
この工程を飛ばしてしまえば当然人も少なくなりますし、製造の時間も短くなりますから製品を安く作ることができるんですね。でもそれをせずにレッツノートは一生懸命壊れにくいものを時間をかけて作ってるという象徴として、僕はいつもこの工場を見学させていただくときに、このケーブルをですね、あらゆる場所に貼りまくってると、このテープをですね、あらゆる場所に、あらゆるケーブルに貼りまくってるというのがですね、一つの象徴だというふうに思っています。はい、こちらにですね、今もうほぼというか製品的には完成したレッツノートがたくさん並んでます。でこれ何をやってるかというとですね、いわゆる全数チェックをしてます。出荷をする前に出来上がったレッツノートを全部チェックして、初期不良が起こらないように主にですね、チェックメモリーとか SSD などのチェックをしているわけです。で、まあ、僕の知ってるメーカーの中には抜き打ちでしかやってないところもあります。当然全数をチェックした方が初期不良は減りますけれども、やっぱり時間とコストはかかりますよね。で抜き打ちであれば値段は安くなりますけれども、初期不良の起こる可能性が、手元に届いて例えばメモリがおかしいという可能性も出てくるわけです。まあ、どちらがいいかというのがメーカーのポリシーになってきます。はい、こちらではカメラを使って液晶またはポートなどの検査をしています。例えばドット抜けがないかとか、色の表示がおかしいとかムラがないかというのをカメラによって検査しています。人による検査とこういった自動でやる検査を組み合わせることによって、効率よくかつ漏れがないように検査を実施しています。はい、こちらはですね、コンフィグと呼ばれる作業をしています。で主にですね、企業向けのマシンですね、完成したものに対して企業から指定された OS とかアプリケーションなどを組み込む作業を主にしています。でちょっと見づらいかもしれないんですが、ここにある LAN を使って一気にインストールするといった、カスタマイズのソフトウェアの部分を中心に作業している部署になります。はい、ご覧いただいている皆さんと一緒に回ってきたレッツノートの組み立て工程ですね、いよいよ最後ですね。こちらで最終的に箱に入れられて出荷されます。皆さんや僕のお手元、僕はお手元じゃない、手元ですよね、皆さんのお手元や僕の手元にもこういった箱に入って届くというわけです。これで今回の基本的なツアーは終わりました。さてじゃあ見どころはどこにあるのか紹介しましょう。はい、ということで、工場の中をぐるっと回らせていただきました。最後のまとめにですね、実は私かなり昔から仲良くさせていただいている作田さんに登場いただきまして、僕が言ってること間違ってないかということでチェックいただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、でまずポイント1、国内生産とか国産と言ってるメーカーがいくつもありますけれども、僕が知ってる中ではうんとちっちゃい会社を除くと、いわゆる大手のパソコンのメーカーの中ではパナソニックのレッツノートとか、パナソニックだけが本当に国内生産をすると思っています。はい、というのは、はい、これを全部日本の国内でやってる会社ってもう多分パナソニックしかないと思うんですよ。で、ある会社はもうここからやってる、はい、で、ここもやってるとかですね、こことここ以降とか、要するに基盤は外に出してるとか、ストックは持ってるとこもちろんありますけれども、ここを外に出してたり、中にはですね、国内検品といって海外から持ってきたここだけやってるところもある。全部やってるっていうのが、レッツノート、実はちょっと値段が上がっちゃう理由でもあるんですけども、それでもこれを選んでるっていう理由が実はあるんですよね。はい、でそれは何か、さっき組み立てラインを見ていただきましたが、どの工場行っても言われること一緒なんですよ。これがね、面白くないんですけど、我々はどれだけ効率化して生産時間短くしましたよ、どの工場もみんな言う。でもみんな同じように効率化して、みんな同じようにロボットを使って作っていくと、同じ製品しか作れませんよね。そうです。ネジの数を減らした方がいい、はい、本体のパーツは減らした方が軽くなる、はい、部品数は少ない方が安くなる、組み立て時間も短くなる、労働環境も良くなる、給料も下げられる、パソコンが安く作れる、当たり前ですけどそこを皆さん目指してますよね。はい、ところがレッツノートはそこを目指してるんだけれども、これはそこを目指してないですよね。はい、ある意味で、はい、ある基準の中で、要するに手でやんなきゃできないことがいっぱいあるわけじゃないですか。はい、例えばハードディスクとかメモリーとか、そういったパーツが外れないようにシールを貼る、これロボットじゃできないんですよね。
できたとしてもそんなロボット作ったら合わないですよね、うん、でそれをさまざまなモデルに全部やっていくことができるのは全部自社で持ってるから、はい、というところが大きいですよね、はい、でも効率化して安くしていくと、まあ、外に出した方がいいかと外に出した方がいいかという形になって、結果例えばパソコンが13万円になりましたと、うん、まあそれありだと思います僕は、うん、悪くないと思う、そういうメーカーがあるのも全然いいと思いますけれども、うん、そこを目指さないで25万円になっちゃう、30万円になります、うん、でも中で手作りで壊れないように作ってます、うん、そこが目指すところじゃないですか。そうですということで、よかったです、間違ってなかったですね。ということで皆さんが見ていただいたパナソニック、まあ、レッツノートと今回はまあ主にレッツノートの組み立てラインって、実は僕がいろいろなメーカーの組み立てラインを見た目で言わせていただくと効率悪いです悪いです。あんなに工程が多い工場ないでしょ。手作りに近い、はい、だからコストがかかる、はい、だからパソコンって同じパーツを使ってるんだから安くできるでしょっていうのが、だから僕はそこが違いだと思っていて、うん、同じメモリーの部品を使っていて、うん、同じ本体にこう差し込んでいても、うん、そこの差し込み口に例えばいろいろなメッキを施したり、外れないようにシールを貼ったりという、そうです、手間をいっぱいかけてるから、はい、ラインが長くなり、はい、組み立て時間もかかり、うん、コストも上がるけれども壊れにくく長く使えるという、うん、そこにメリットがあるので、そこを選択しているという感じで合ってますか。合ってます、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ということで皆さん、今回の見どころはそういうところです。つまりいかに効率化しているかという工場を見てはいけない、効率化しているかという工程を見てはいけないです。パナソニックのレッツノートやタフブックを作っている工程っていうのはある意味非効率なんです。でも非効率だから他社に負けないというコンセプトがしっかり分かってないと、レッツノートって高いよねばっかりになっちゃうんですよね。でもこれを理解すると適正な価格だよねと思えるし、思った方が買ってほしい製品だということですよね。はい、そうです。以上ありがとうございました。今回神戸工場が創業30周年ということで、特別に僕の YouTube のチャンネルでの取材の OK をいただきました。ということで矢吹工場長から一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。レッツノートは安心して使っていただけるよう心を込めて作っております。神戸工場は創業30周年を迎えることができました。これからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。ということで5つの工程をご覧いただき、ちょっと熱く語らせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。実はこの動画1本目です。で2本目はですね、レッツノートらしくさまざまな過酷なテストにもチャレンジしてきました。レッツノートの上に僕座ってみましたし、自腹で買った30万円のレッツノート、調子に乗って落としてみました。さて壊れたでしょうか。ぜひ2本目もご覧ください。こんにちは、戸田悟です。今回パナソニックの神戸工場に潜入に来ました。今回2本目のこれは動画です。2本目はですね、各種の試験、パナソニックレッツノートとかタフブックとかですね、落下して壊れないのか、そんな試験をたくさんやってますので、その内容を中心にお届けしたいと思います。ということでやってきたのはですね、工場の中にあるこちら、環境試験室というところですね。この中でさまざまな試験が行われています。はい、ということで担当のですね、企画担当森さんに来ていただきました。森さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いろいろとご案内していただきますけれども、さてここで行われている試験の内容について簡単にまず紹介したいと思います。はい、ということで森さん、今こちらにですね、この部屋の中のちょっとまあ配置図みたいなものがありますけれども、まあ、ここ以外の部屋の試験も今回見せていただけるということなんですが、今回は4種類の試験を、そうです、はい、見せていただけるということで、ちょっと最初に4種類簡単に教えていただけますか。はい、まず最初にですね、こちらの防水、そしてキーボードの打鍵、そして落下で、ちょっと外行きますけど電波暗室の4つになります。ちなみに電波暗室っていうのは、要するに Wi-Fi の電波とか LTE の電波とか、ちゃんと飛んでるかとか、ノイズが入ってないかとかっていうのを調べるところ。そうですね、どちらかといったら製品セットから出てる、はい、出てる電波をちゃんと規格通り入ってるかっていうのを測定します。わかりました。はい、はい、ということで今試験室に入ってきました。皆さん聞こえてると思うんですけれども、試験場なので周りの騒音があります。これはもうすいません、ご容赦ください。僕ピンマイクつけてますけど、今は別のマイクで撮ってますので、ご容赦ください。ということで森さん、まず最初にこれ防水、防滴、要するに水漏れの試験を見せていただくわけですけれども、最近ですね、いろいろなメーカーがこういった防水とか落下とか
さまざまな試験をやって出してるじゃないですか。出してるんですよ。そうなんですか。そうです。最初はレッツノートしかやってませんでしたけれども、最近はいろんなメーカーがこう出しちゃってますけど、はい、レッツノートならではの違いって何ですか。困りましたね。僕は言いましょう。これはパナソニックのこの試験の設備の何がすごいかって、実は僕日本のメーカーの日本のパソコンメーカーの製造拠点はほぼ見ました。で中国でも3カ所ぐらい見てます。でやっぱりね、一番すごいなと思ったのは全部がここにあることなんですよ。まず電波の試験から水濡れから落下の外注に出してるところも結構あるんですね。自社で全部やってるってことは、例えば仮に設計途中で落としてみてちょっと不具合が出た、で調整してまた落としてみる、そういうトライアンドエラーを素早く何回でも自社の中で簡単にできるって特徴じゃありません。ああ、それ普通だと思ってました。そう、普通じゃないですよ。それね、多分僕が知る限りは全部持ってるのはパナソニックだけだと思います。なるほど。感心してもしょうがないということで、では早速内容を紹介していただきましょう。まあ結局森さんあれですよね、普通パソコンに水に濡れるって言っても、まあ雨がかかるとか、そうですね、なんか顔洗った水がついちゃうとかぐらいじゃないですか。はい。でもテストはもうほとんど消防士みたいなものでやらないと、要するにオーバースペックなテストをして大丈夫だったら普通の水濡れ、雨やちょっとした濡れは大丈夫だなという形でテストを行っていくわけです。その通りです。で、これはポイントは何ですか。水圧、水量、1分間に 12.5 リットルの水を距離で言いますと2メートルから3メートル離した状態で当てます。つまり皆さんなんだかさっぱり分かんないと思うんですけど、要するにビシャーッと当たるわけですよね。そうです。はい。で今回はですね、タフブックでテストをします。これが実験するタフブックですね。では森さん、パソコンを回転させてください。はい、回りました。回ることによってもう四方八方から水がかかるわけですね。はい、それでは森さん、放水お願いします。はい、もうかなりびっちゃびちゃにかかってますが、まあ、ここまでかかる試験をするのはタフブック、レッツノートはここまでの試験はしていないということです。はい、では次はですね、キーボードの打鍵テストです。こちらはレッツノートでもテストをしています。タフブックもレッツノートもこのテストは行っています。森さん、このキーボード、まあ、打鍵、分かりやすく言うと叩きまくるテストなんですけど、はい、何のために行うんですか。これ毎日キーボードを叩いても何年も使えるということと、あとは表面の塗装がですね、ちゃんと使って剥がれない、まあ、こういったところをチェックするという機械であります。要するに耐久性のテストですね。そうです。それを人間が打つよりも機械を使うことでものすごい速い速度で何千回何万回もテストすることによって長期間使っても大丈夫だよということをチェックする。その通り。はい、じゃあ見てみましょう。はい、森さん、これからですね、この機械が動いて、まあ、この先が人間の指と考えればいいですよね。そうです。これがトン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 と何回も繰り返しテストすると。はい。で、まあ、速度は1秒間に2回から5回の設定で変更できるんです、ね、そうです。でこれによって実はこれ剥がれない、剥がれにくいのは要は実はプリントじゃないってことですよね。そうです。何ですか。これレーザーインジ、レーザーインジ、つまりレーザーで削りながら字入れてるようなイメージですか。まあ、簡単に言ったらそういう感じです。なるほど。はい。で、ですから文字が取れにくい。さらに内部、キーボード内部にはですね、スプリング的な構造がこう板バネっぽかったりするいろいろな構造が入ってるわけですけれども、それもへたらない、ペタペタにならないようにチェックをしていくということですね。その通りなんです。はい。じゃあ早速動かしていただきましょう。お願いします。はい、スタートします。これでマックススピードというか標準スピードぐらいですね。そうですね、今標準ですね。これで延々にテストをしていくと。はい。で次はですね、落下テストをご紹介したいと思いますけれども、はい、で今日はレッツノートのテストを見せていただくということなんですが、これ森さん、こんな大げさな機械作らない、手で落としたのダメですか。それはダメなんです。ダメですか。はい。なぜ。これは人間の手で落とすとコロ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 だったり、正しい角度で落ちない。あ、つまり指定した、例えば底なら底面、底なら底とか、はい、横なら横とか、そうです、指定した角度で間違いなく落とさないと正しいデータが得られない。そのとおりです。ちなみにこれ今日何センチですか。去年76センチ。あ、つまりこれいわゆるオフィスデスクの高さってことですね。そのとおりです。机から例えばコードを引っ掛けて落っこっちゃった場合にどうなるか。そうです。これ下木ですよね。木です。木
木の場合もある、木じゃない場合もある。レッツノートの場合は木なんですけど、一般的なオフィスの床はもう木と同じぐらいのテストで OK って言ってます。あ、そうです、大体。なるほど。これが森さんタフブックのテスト用。タフブックはこのこれも使います。あ、これもですね、はい、木もこれも、木もこれも使います。これはちなみにコンクリート、コンクリートです。コンクリートの方がやっぱり落下に対してヘビーですか。ヘビーです。壊れやすい。壊れやすい。なるほど。ちなみにこれよく僕質問を受けるんですけども、レッツノート落ちたから傷がつかないってわけじゃないですよね。その通りです。傷はつきます。傷はつくけども、利用に影響のあるような壊れ方はしないっていう。その通りです。なるほど。じゃあ早速落としてみましょう。はい、じゃあ森さん、せっかくですから僕ボタン押したいんですけどいいですか。あ、いいですよ。どれ押せばいいですか。この赤いボタンを、はい、2秒ぐらい押して離したら落ちます。じゃあいきます。2秒押して離す。はい、はい、1、2、もういいですか。いいです。はい。うわー、壊れそう。全然大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい、じゃあそのままの状態で電源を入れていただきましょう。はい、これでも回数重ねれば壊れていく可能性はあるわけですよね。そうです。あ、全然大丈夫ですね。はい、全く問題ない。はい、ということでなんかですね、大丈夫そうなんで、これ本当に自分の、僕が約30万円で買ったレッツノート QVA 持ってきました。やっぱこれ落としてみるしかないでしょうっていうことで僕はスイッチ入れる勇気がないんで森さんにお願いしたいと思いますが、ちょっとじゃあ試験台の上に我が愛用する約30万円レッツノート置いてみまして、じゃあすいません、僕の私物です。壊さないようにお願いします。いや大丈夫です、自信を持って落としますので。はい、では落とします。はい、あー、まあ、データバックアップは取ってありますけれども大丈夫ですよ。起動するかちょっと試してみましょう。少なくともディスプレイは割れてないですね。そう、大丈夫です。大丈夫でした。よかったよかったということで、はい、ありがとうございました。いや実は僕この工場もう何回も来てるんですけども、はい、来るたんびにまたパトカーあるよと思うんですけれども、実はこれあんまりまじまじと見たことないんですけど。あ、そうなんですか。ええ、ま、中は見たことあるんですけどね、はい、車をちゃんと見たことないんですけど結構リアルですよね。これね実は本物なんですよ。本物輸入しました。パトカーを。パトカーいくらぐらいするんですか。それはちょっと言えないですけどちょっと言えない、数百万円はするでしょう。中古ってことですよ。そうです、中古です。実際に使ったパトカーを輸入した。そうです。はい、でパトカーを置いてある理由があれですよね、タフブック。そうなんです。実際にアメリカの警察でパトカーに積んで使われて、映画とかでも見ますよね。そう、その通りなんですよ。画面も本物ですか。画面は作りました。あ、作りました。はい、はい、なるほど。なるほど。 GPS も入ってる。おとなしくしろ。やめろ、出てこい。来たい。やめ、おとなしくしろ。離せ。あれ、あれ、ということで、うわ、こんにちは。うわ、ランプも回りました。サイレンなりませんけどもね。さすが神戸工場、関西ならではの寸劇も込みで今回はちょっと工場見学をさせていただいております。はい、森さん、いよいよ電波室に来ましたけれども、はい、これ中に犯人入れるわけじゃないですよ。そうじゃないです。そうじゃない。これなんでこんな厳重な金庫みたいなドアがついてるんですか。これはですね、正確に測定するために外からの電波を入れないと、遮断するという意味で分厚い。外を飛びまくってる電波をシャットアウトして、まずはシャットアウトです。なるほど。そのためにこんな頑丈なドアと、まあ、中の設備もこれから見ていただくわけですけれども、はい、これなんかちょっと扉が開くのがすごい神々しいっていうことで。そうです。ちょっと開けてみましょう。じゃあ森さんに開けていただきますけれども、これ見ていただきたいのはやっぱりドアの厚みですよね。厚みです。厚み。じゃあ森さんお願いします。はい、開けます。もうなんかうちのタンス引き出し戸棚ぐらいあるドア、クローゼットぐらいあるのかな。すごいですね。はい、はい、電波暗室の中、これ広さ伝わらないかなと思うんですけれども、まあ、体育館ぐらいの広さがありますね。天井も10メートルぐらいあるのかな。すごい広さです。これを計測するために作っているというのが、まあ、ポイントですね。はい、
電波室の中に入ってきました。僕ここ何度か来てるんですけれども、はい、まあ、いつ来てもちょっとシュールな感じがする。そうですね、ちょっと異世界のような感じの部屋の中なんですが、これいわゆるですね、あの無音室とかあるじゃないですか、オーディオの、はい、あれとは違うわけですよ。ちょっと違いますね。なんでこんな三角形のこれ木でできてるんですか。いや、これはねフェルトっていう特殊な素材でできてますの三角形がいっぱいあるわけです。そうです。これなんでこういう形になってるんですか。これ実はあの製品から出る電磁波がこう出てきますと壁にぶつかるとこう返ってくるんですね。あ、反響みたいな。反響、はいはい、それをこう吸収していくという、吸収する素材とこういう形で波がこう小さくなっていってこう吸い込まれる。あ、つまり出たやつが返ってきてまた跳ね返るとどれが出たんだか分かんなくなる。あ、その通りです。なるほど。つまり純粋に出たものだけを計測するためにこういう形になってる。その通りです。かつ外から入ってこないようになっていると、はい、純粋に出てるものだけを知りたいがためにこの なんかもう体育館ぐらいのスペースを作っちゃってる。そうです。これが工場で設計開発製造、まあ、メンテまで全部やってるところにこの暗室がついてるメーカーって僕は知らない。結構工場見てるんですけど。そうなんです。めったにないですよね。はい、ということでカスタマーセンターに来ました。これカスタマーセンターというのは、まあ、早い話修理ですね。修理してる場面をちょっとだけお見せします。修理してる製品にですね個人情報等が表示される可能性もあるのでちょっと近くから映すことはできませんが、こんなところで直しているよというところをご覧いただきましょう。はい、今修理している様子をご覧いただいてますが、森さんやっぱりこれあれですよね、設計製造全部やってるところに修理のエリアもある。そうです。これは特徴ですよね。特徴ですね。万が一複数の製品で同じような故障箇所があったならば、すぐに設計とか製造とか企画とかにフィードバックができる。その通りです。なかなか他にはないですよね。そうですね。なんかあれですか、教育も設計された方がしてるとか。教育もね、設計の方がしてもらったり、またあの工場の中にも修理工程ありますので、そことですねぐる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 人を回しながらですね、市場も工程も分かると、こういった修理メーカー、うん、つまりここが壊れたから直せということでだけではなくて、もうパソコンの全体のこう成り立ちから作りから全部分かった上で直していくことができると。その通りです。例えばレッツノートってなんかネジの反対側のパーツが出っ張っててネジが緩みにくくなってたりするじゃないですか、はい、それもただネジ締めるだけじゃなくて反対側のパーツと当たるんだなってことを分かりながら修理できるって重要ですよね。その通りです。はい、はい、ということで今神戸工場の中にあるショールームに来まして、歴代のモデルの一部ですね並んでいるので、ちょっとエポックメイキングのモデルを紹介していただきましょう。はい、こちらは CF41 世界初のCD-ROM 搭載のノートパソコンです。こちらはあの各メーカーがなかなか実現できなかったものを我々が実現しております。はい、こちらがタフブックの初代モデル。非常に頑丈に作りながらハンドルをつけたという非常に珍しいモデルです。このハンドルは今もついております。はい、こちらがレッツノート初代モデル。僕も持ってました。はい、こちら CF-S21 トラックボール搭載モデルです。ちなみにこれ僕は限定品のモデルを持ってまして、パナソニックさんにも在庫はないということでこの間寄付させていただきました。あ、ありがとうございます。金色のやつ。ありがとうございます。はい、こちら CFR1 実は前のモデルと違いまして、我々どこを目指していこうということで、移動するビジネスマンが必要な要素にこだわったパソコン、いわゆる今のレッツノートの原型であります。これも僕使ってたんですけど、もう20年近く前になるわけですよね。そうですね。びっくりですよね。月日の流れの早いなって感じなんですけど。はい。はい、はい、森さん、これが今の現行のモデルですね。そうですね。レッツとタフックです。もうこれだけの種類に増えてるということで、もう一部ハンドヘルドのやつはスマホっぽいものまであると。そうです。はい。今どちらがよく売れてるんですか。そうですね。全世界で見ますと、大体半々と思っていただけたら。それは台数、金額。台数です。台数で半々ぐらい。はい、すごいですね。増えてますね。まあ森さん、僕の記憶ではですね、レッツノートが最初にこの加圧試験っていうのをやり始めたのかなというふうに思うんですけど、まあ実際にはそれをどっかでやってたメーカーもあるかもしれませんが、はい、まあ一番こうアピールされたのはレッツノートが最初だと思うんですけれども、まあ実際に毎日持ち歩くためにですね、これも以前に写真を見せていただいた、動画も見せていただいたんですけれども、はい、なんか体にセンサーをつけて、そうです。満員電車に実際に乗って、実際にどれぐらいの圧力が来るのかっていうのを計測されたと、はい、意外に圧力が強かったと。そうです。満員電車すごいですよね。すごいんですよ。コロナでちょっとマシになったかもしれませんけどね。それはね、はい、でその圧力と同じ圧力をかけるテストをしても
壊れない製品作りを目指したと。そうです。いうことで、じゃあ実際そのテストもショールームでできちゃう。できます。やってみましょう。はい、はい、ということで森さん、これが加圧のテストをする装置ですね。そうです。これはいわゆる面加圧ですよね。面加圧です。面加圧、点加圧っていうのがあるんですよ皆さん。面加圧っていうのは全体にかかる重量ですね、圧力で。点加圧っていうのは例えばなんか傘とかがカバンの中に入ってて1点を押す場合、今回は全体にかかる重量をテストしてみます。そうです。はい、では大西さんセットお願いします。はい、レッツノート置きました。では乗せます。それでは座ってみてください。はい、はい、では座ってみましょう。どうぞ。なんかちょっと怖いですけどね。いや大丈夫ですよ。うわ、足も上げていいですか。足上げてください。バタバタしてみてください。大丈夫。じゃあ見てみましょうか。はい、どうでしょう。全く問題ないですね。大丈夫です。これぶっちゃけ椅子の上にあるの知らないで座っちゃって壊れないことの方が多いですか。なんとも言えませんね。なんとも言えない。当たり方とかによる。当たり方による。なるほど。はい、はい、はい、森さん、いろいろ見せていただいてありがとうございました。さまざまな試験、面白かった、興味深かったですね。ただこれ皆さん、ちゃんとした環境でテストをしていますので、皆さんがご自宅で試されて壊れたというのはもちろん私も森さんも責任を負えないので、はい、わざと落としてみたりするのはやめてください。ぜひお願いします。はい、ということで、せっかくですからですね、工場飯も紹介したいということで、ぜひにということでお願いしてですね、今回は工場でお昼を食べさせていただくことになりました。ちょっとメニューを見てみましょうか。なんと1番のちゃんぽん麺220円、安っ。3番ソースチキンカツ丼370円、安い。今日のこれおすすめメニュー、牛肉コロッケ170円、羨ましいですね。しかも煮物とかもヘルシーで美味しそう。こちらヘルシープレート、こちらカロリー控えめですかね。330円とちょっとお高めな感じがしちゃうっていうのがちょっとなんかあれですよね。僕ら3倍 ?5 倍ぐらいの値段で食べてるよね。はい、小鉢のメニューがいろいろあって、80円とか100円で自分で取って追加することができます。ちょっとビュッフェみたいでテンション上がりますね。はい、ということでこちらが僕の食事で、こちらが藤原くんのですね。藤原くんは小鉢を2つ、僕は1つですね。これ多分総額でも1000円いかないと思うんですけれども、美味しそうですね。ここで働いてる方羨ましいですね。お昼、富士通の工場はですね、島根にあります。島根にもね、出張に行って工場をね、撮影してまいりました。富士通のね、パソコンは全製品日本の国内で作ってるわけではなくて、一部のモデルをね、作っているという形になります。基板からね、製造することがもちろんできています。非常にですね、ピークになると生産台数が多いので、ピッキングね、要するにピッキングっていうのは、パソコンを組み立てるときにたくさんの部品使うんですけれども、その部品がまあ倉庫みたいなところにあって、そこからピックアップしてですね、まあ組み立てていくというですね、この流れがですね、非常に洗練されてますね。それからですね、物を作るときにこうラインに乗せてね、組み立てるわけですけれども、その辺にも工夫があるので、ぜひ注目してみてください。こんにちは、戸田悟です。今日はですね、夢のパソコンを作るプロジェクトの一環で、島根にあります富士通クライアントコンピューティングさんの工場にやってきました。工場見学を皆さんと一緒に楽しみつつ、夢のパソコンのプロジェクトも進めていきたいなと思ってます。はい、ということで、まずは工場見学からご覧ください。はい、皆さん、ということでこれからですね、工場を見せていただくんですけれども、ちょっと僕着替えまして、これね、ホコリとか髪の毛が落ちないように、実はこれから帽子もかぶりますけれども、はい、あ、こうか、こんな感じで行ってきますが、どうですか、似合いますか。くれぐれも笑わないようにしてください。じゃあ行ってきます。はい、ということで今ですね、基板の製造のフロアに来ましたけど、なんとこのフロアだけでも8000平米の広さがあると。体育館6個とか8個分ぐらいありそうですね。これがなんと4フロアあるということです。はい、郷土社長、ここではいわゆる基板を作ってるということですね。はい、そうです。はい、で下に今並んでますけれども、はい、ほぼ全てのパソコンの中に入っているいわゆるボードですね、を作ってると、はい、これってよく印刷とか言うじゃないですか。はいはい、物を乗っけているのに印刷っていうのは面白いですよね。でも、ああ、なあの、向かって右側から何も部品が実ない状態。ない、はい、でその後に、印刷という工程で、はい、クリーム状のハンダ、ソルダーペーストを、はいはい、その印刷という工法で
転写をして、ハンダを転写する、ハンダを転写して、その上にいろんな部品をこう乗っけていって、はい、あとは炉の中でハンダを溶かして固めるっていう、ここで要するに部品がカチッと固まって、はい、カチッとくるんです、完成するんですけど、はい、両面やってますから、はい、この状態でまた同じ工程をもう一回、なるほど、で両面で部品が実装される。しかもこれってパッと見なんか1枚の基板に見えますけど、実はこれ切り抜いて、はい、それぞれ別のパーツになってる、ね、2台分を同時に作って、これで2台分なんですね、はい、さらにその細かい IO の接続部分なんかを入れ込んで、はいはい、このサイズの中に2台分を全て入れ込んで、なるほど、はい、これを結構多くのメーカーさんがこの部分だけは海外から輸入してたりすることがあるわけですね、はい、そうですね、海外から、はい、持ってこられる方がほとんどなんです、はい、それをここでは全部この大元から作ってるというところが特徴の一つ、はい、そうですね、最大の特徴と言ってもいいぐらい、そうですね、はい、でプリント板はほとんど自動化されてますので、はい、その自動化に適した設計をまたやってもらいます。はい、合同社長、これ今目の前に長い通路がありますけど、はい、これ手前から製造が始まって向こうの奥に向かって流れていくわけですね。そうですね。これ長さどれくらいあるんですか。約100メートルぐらい。約100メートルぐらい、はい、まあ、ラインはそこまではないですけれども、はい、でここからスタートして、一番向こうに出来上がるまでに何分ぐらいかかるんですか。はい、だいたい両面やって2時間弱ぐらいですか、ね、あ、2時間ぐらい、はい、はい、分かりました、はい、でここでさっき説明していただいた印刷とか、あと炉に入れる作業が流れてずっといくということですね。はい、そうです、はい、基板投入ロボットもですね、活躍しておりまして、ほぼこの工場は自動化が進んでおりまして、人は非常に少ないです。ここからあのスタートをしてずっと行くんですけれど、はい、まず最初にここにあの何も部品が実装されてない基板、生板があるんですけれども、はいはい、最初にこちらでレーザーで ID を刻印します、はい、ID を刻印、はい、はい、後々のトレーサビリティとか、はい、段取り替えとか、いろんなその一台番号を振っていくと、はい、一台一台番号を振って、その QR コードでいろんな活用をしていくっていうことですね、はいはい、ものづくりの、はい、でこちらの機械がハンダの印刷をする、まあ、なんかもう見た目プリンターみたいですよね。ハンダの印刷をする機械です。ハンダの印刷をした後は必ず検査をします。工程の中でいいものだけを後工程に流していくので、ポイントポイントで必ずゲートを設けて確認をして流していくっていう、これは検査機ですね。はい、ここはですね、小さな部品を基板の上に乗っけている工程です。結構面白いのが、もうすごく細かいパーツがディール状にこう巻かれているんですよね。あれでどんどん乗っけていきます。ここで、ハンダを炉の中に入れて溶かして固める、部品を接合する工程なんですけれども、だいたい7、8分徐々に温めて溶かしてまた冷やしていく、冷やしていく、そういう炉になります。はい、同時に 何枚ぐらい動いてるんですか。今ここの緑のところですから、6、7枚ぐらい、6、7枚がこう順番にこう流れてます、はい、はい、またですね、ラインがあるんですけど、これは何をやってるかというと、先ほど、炉から出てきた基板を裏返しにしてまた同じ工程を繰り返して両面作り上げていくわけです。ボード社長、これ販売機僕のスマホで買えません。買えません。買えます。これ何ですか。これはハンダは、ハンダ、はい、はい、ハンダをこう保管しておく冷蔵庫なんですけれども、はい、冷蔵庫、はい、ですが、これ見てわかるように、本当だったらこうね、街の中でジュースが入ってたり、ジュースですよね、はいはい、そういうものを買ってきて、自分たちでこう入れる、そこに入れて、そうすると、先入れ先出しとか、温度管理とか。要するにハンダも賞味期限みたいなものがある、はい、賞味期限ありますので、あ、なるほど、はい、あとは温度管理もありますし、はい、実はこの中にあるのは、メーカーさんの資産なんです。なるほど、出てきて初めて我々が買ったことに。なるほど、はい、これなんか中古で買われて工夫した、はい、すごいですね。ボード社長、今奥ではあれは基板を 何してるんですか。部品が搭載された後に電気的なチェックをして、はい、その後、パソコンに組み立てるときにいらない部分を全部カットをして、最初に拝見した基板を、はい、板からカットして、カットして、はいはい、2台分同時に作ってますので、はい、それを1台分ずつに取り分けてます。あ、このトレーに、はい、要するにお盆に食材並べるような感じ。そうですね、はい、ロボットが全部やってくれて、
まあ、2台分同時に持ってきて、はい、でこれは、お客様のオーダーで使うか使わないかっていうものは別で、ここでなんか分類してる、はい、分類をしてます。で必ず1台分に組み込むやつはこっちのお盆に乗せてます。じゃあこれ同じことやってるんじゃなくて、はい、1トレーずつ全部違う、はい、すごいな、すごい。やっぱり注文がバラバラになるので、はいはい、で今乗せていくわけ、はい、乗せて、あでちっちゃい、ちょっとちっちゃい部品乗せます、はい、その後一番肝心なほらメインのところが上に乗っかる、すごい、すごい。これ方向まであるんです、はい、やっぱり取りやすいとか、あ製造しやすいようにトレーに乗せていく、はい、トレーに乗せる。でそれを今度はこっちの2階に運びやすいように乗せてくれる。すごい、人がやってない、すごいですね、はい。これも、まあ、機械がやることによって品質とかコストとか、はい、あとは24時間動いてますので、はい、すごっ。この辺はちょっとアナログチックでもすごいです、はい、はい。ということで今度は別のフロアに階段を上ってやってきました。林さん、こちらは何をしてるフロアでしょうか。はい、こちらでは、パソコンの、組み立てから、試験梱包までの、製造の方を行っております。下で作ったさっきの基板とそれからよそからこう来た部品を、はい、ピッキングっていうんですけれども、それぞれにあったように抜き取って、うん、セットにして、はい、で組み立てていくという人流れをこのフロアでやっているということですね、はいはいはい。こちらはですね、製造のラインになるわけですね。どれくらいの数があるんですか。はい、こちらの方で10ラインまたビートという向こうの方で10ラインビートの下に3ラインあったり合計で23ラインでものづくり製造をしております。忙しい時はそれが24時間動くと。そうですね、はい、24時間動かしたこともあります。はい、はい。斉藤会長、こちらのラインでは今ついにルークスが流れてるんでしょうか。よくぞ聞いてくれました。お待たせしました。ルークスのラインです。ご存分にご覧ください。はい、この部品を組み付け、はい、一番小さいものとしてるんですが、はい、まあ、この部品だとまあ2ミリぐらいなので、ゴマぐらいですね。そうですね、手で掴むのはなかなか難しいんですけど、はい、まあ、仮にこうピンセットでつまんだとしてもこうなかなか組み付けできないというものになります。はい、まあ、こういうのは我々こう長年の経験とか、まあ設計といろいろ会話して、林さんもつかめてないですもんね。そうですね、はい。でまあまあちょっとこういうこうジグを作って組み付けをします。はい、まあ、これ実はまあここにこうつけれるようにしてこのまま装置にこう組み付けるというふうな形で、はい、まあこういうのをこうまあ事前に訓練もしながらですね、はい、ラインの方で組み付けしているというものになります。工場を拝見するとジグって言葉よく聞くんですけど、はい、どういう意味でしょうか。ジグは、まあ手で作業しにくいところを、こういったこうなんか小さいものから大きいものまでありますよね、はい、ジグって。そうですね、はい、自分たちで作った製造をサポートするツールみたいな感じ、ね、作業をサポートするようなものになりますね、はいはい、ありがとうございます。はいはい、皆さん僕いろいろな工場を見学してるんですがほぼ共通なところがここなんですけど、今これ動いてるじゃないですか。動いてる速度で、組み付けていかなきゃいけないっていう、はい、これがいわゆる工場のラインが流れるっていうことで合ってますか。はい、そうですね、はいはい。でこちらは混流といって、はい、一つのラインで違う製品が流れていくってことですよね、はい、それをこの一定のスピードで作らなきゃいけないっていうのは、はい、非常にやっぱり技術が要求されるってことですよね。そうですね、はい、こことここではやることが違うってことですよね。違いますね、まるで全然違います。ちなみにこう基板の大きさも違うんですが、はい、今どれがルークスですか。今、まあ、この大きさのものですね、はい、これですね、はい、これとかこれとかがルークス、はい、ルークスね、こちらは、U9 のモデルになります。あ、なるほど、はい、モバイルノートと、まあ、いわゆるタブレット的なルークスが、そうですね、はい、同時に流れていて、うん、ここに立った時とここに立った時で違う作業をするってことですよね、はい、素晴らしい。これなんで一つのラインで同じものをずっと作るより混流した方がいいんですか。やはりまあお客様のニーズとしてはやはり1台単位でお客さんを買われるのでそれに合わせてこうタイムリーにものづくりができるというふうなところを目指してまあこういうラインの組み付けをしてますね。じゃあ同じルークスでもメモリが違ったりとか、はい、ストレージが違うっていうものも流れていくってことですね、はいはい、なので最初に部品をきちんと分類しておくことが重要になってくるんですね。そうですね、はい、はい。こちらは
いわゆるピッキングといって部品を一台一台に合わせて、いわゆる、まあ、部品が溜まっている倉庫的なところからピックアップしてくるということで、はい、ピッキングって呼ぶわけですよね、はいはい、こちらの説明をお願いします。はい、まあ、ラインに部品を供給するときに、まあ、ピッキングを10台単位で今実施しています。で、ピッキングする作業者はすべて台車にこの端末と RFID の、リーダーをつけています。で、まあ、何をピッキングしなさいという情報は、まあ、この画面に出てくるので、ここのアドレスに行って実際のこう手につけているリーダーをですね、まあ、そこのアドレスに通すとすると、どこに部品を入れなさいというふうな指示に変わるので、まあ、ここでピッキング、トレイに入れていくという形になります。10台分の番号が振ってあって、はい、1番と3番にはその部品入れてねっていうのがこれで分かるということですね。で、はい、仮にこれがその違う番号を通した場合には、まあ、振動が来て違いますよっていうふうな形になるというところと、まあ、この画面が切り替わらないので次の作業に進めないというふうなところでポカよけをしています。はい、これは人の手でやる。あ、そうですね、はいはいはい、人の手でやる。はいはいはい、橋さん、こちらはもう LINE の後半ということでちゃんとパソコンの形をしてきたってちょっと変ですけど、ルークスとか、モバイルノートの形してきましたけど、ここから何をされるんですか？ここから次は試験とお客様の、マスターをインストールする工程に入ります。ソフトウェアのインストールですね。はい、じゃあもうパソコンとしてはもうここでハードウェアが出来上がってると。そうです、はいはい、林さん、これは何ですか？何をやこれはカメラですか？あ、はい、こちらは、まあ、ラインで作ったものの最終の検査として6面のカメラを使ってですね、まあ、最終的に、はいはい、どの面からも確認をして最終的に問題ないよというふうなところを確認をしているので。6面って上と下とサイドですね。サイドもこの黄色いのもカメラってことですか？あ、いや、こういうこのカメラがこう回って、上のカメラが動くんですね。はい、動きます。あ、なるほど。それで外見をチェックしてる。そうですね、はい、分かりました。最終検査になります。はい、はい、でここが最終的に、今ですね、箱に詰めてお客様に出荷するということで、このフロアだけでパソコンが完成してトラックに積む寸前まで終わってしまうということです。ということでですね、なんかネジを締める体験コーナーがあるので早速やってみたいと思います。実は昨日僕椅子を1台組み立てるのでネジ締めには相当な自信を持っています。はい、ネジがあるのでこれをピックアップして下で締めるという感じです。はい、ではやってきます。この時点でダメなんだけど、あ、引かないとダメなんですか？はい、あ、そういうことか。はい、はい、もう大丈夫。あ、3時間ぐらいあればできるようになるんじゃないかななんて思ったりしました。はい、はい、ということで工場を見せていただきありがとうございました。動画はね、時間の都合があるので全てお見せできないんですけれども、まあ、また機会があればね、細かく見せていただきたいなと思いましたが、まあ、結局僕が見て感じたのはやっぱり一台一台のカスタムメイドというかのためにかなり工夫された部分があるということですね。そうですね、はい、やっぱりお一人お一人お客様の要望が違うってところに根付いてると思いますんで、しかもそれを早く作る。そうですね、正確に作る、はい、効率化している。部品集めだけでも、まあ、ピッキングですね、さっきお話したピッキングだけでもものすごいこうノウハウがあるわけですけど、結局それって見てるとなんかもうちょっとうまくできないっていう工夫の積み重ねのような気がしますけれども、意外にこうベタなことをやられてるのかなと思いますけど、合ってます？はい、まだまだ改善に終わりはないので、はい、永遠に続けていきます、はい、ということです。お二方とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いて日本 HP ですね、東京工場を見学してきました。 HP のねパソコンはもう使ってらっしゃる方も多いと思います。僕も使ってますけれどもね、ポイントはですね、まず東京にある地の利がいいっていうことですよね。
で、ノートパソコンの場合は半完成品を海外から持ってきて最後の組み立てとかね、をしています。まあなんでこういうことをするかというとですね、いや海外から持ってきて売っちゃえばいいじゃないっていうふうに考えられる方もいらっしゃると思うんですが、なぜするのかっていうと、企業からオーダーが来た時にその企業に合わせてね、例えばメモリーが 16GB で Windows の OS がこのバージョンのものを100台くださいみたいなね、そういう企業からの独自のね、独特なリクエストに応えられるように、そういう半組み立てみたいなことをやってるわけです。ノートに関してはね。デスクトップに関してはもう一からね、組み立てていますが、基板はね、海外の自社のね、パーツを持ってきております。皆さんこんにちは、戸田悟です。今日はですね、東京の日野にあります HP の工場に見学にやってきました。もう何社回ったか数えきれないぐらいですけれどもね、ようやくね、来ることができました。細部までチェックしていきますのでご覧ください。さあということでね、今日は中を全部紹介していただきます。 HP の担当の方来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、あの日本 HP サプライチェーンオペレーション統括本部の斉藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉藤さん、最初にまず来たこちらではですね、はい、何をしているのでしょうか。はい、今ご覧いただいていますのは本日作る製品のすべての筐体と呼ばれる外観のチェックをしています。でここではノートもデスクトップもワークステーションも AIO と呼ばれるモニターと一体型している製品もたくさんありますけれども、すべてこちらの方で専門の担当者がチェックをして傷や汚れがないということを確認して、で実際の生産ラインの方に物を運ぶっていう形を取っています。ここに送られてきたパーツの、はいはい、特に外装部分の傷や痛みがないかを組み立てる前にここでまずチェックしてから流していくと理解すればいいですか。はい、はいはい、そうです。これなんか下が赤いのは、これあの静電の赤いのシートになります。静電機の防止になっているんですね、はいはい。部品の納品時にこういうのがついてくるんですけれども、はい、再利用ということで。あ、再利用してるんですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、斉藤さん、これがですね、倉庫の方から組み立てに必要なパーツを、はい、こうピッキングって言ってね、はい、抽出というか、はい、取ってきてセットにしたものなんですけど、はい、これは1個の製品を組み立てるためのものというよりは、はい、何十台分が入ってるって思う。はい、そうですね、はい、それぞれのラインに、うん、まあ、グループ分けをして、はい、例えば50台分っていうことで、はい、作るための部品がまとめてこのラックに1個だけのオーダーが来た場合は、はい、1個だけの部品がどっかにこう入るっていうイメージでですか。あ、お客様からのオーダー、はい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 、あの例えばここに50台あります、はい、で、まあ、基本的には同じスペックでまとめるようにしてますけれども、そこには1台口でも、10台口でも、はい、あの同じスペックであれば全て、はい、グルーピングされて、その時に作るものが入ってくるんですよね、はいはい、そうです。はい、で、これボディのパーツが入ってると思うんですけれども、はい、ここにあるバーコードで管理をしているということですかね。はい、そうですね、はいはい、HP さんはやっぱり世界で1位か2位の企業なんで、はい、調達も大量にしてると思うんですけれども、はい、このバーコードなんか特徴あるんですか。はい、全てグローバルで、はい、まあ、管理それから調達をしていますので、どこに国で買っても同じパーツ番号を購入している形になります。はいはい、斉藤さん、はい、ピッキングしてきてパーツが来ました、はい、いよいよ製造の組み立てラインなんですけれども、はい、ここはノートパソコンの製造ラインだと思うんですけれども、はい、ノートパソコンは半完成の状態で、はい、まあ、海外からパーツが来ると、はい、いうことが多いと伺いましたけど、はい、どんなところをですねカスタマイズしてるんでしょうか。はい、あの大きなところではストレージであったり、それからメモリーですね。メモリー、はい、あのこれはお客様のオーダー の, あのご気分によってここの製品に入れ込む形になってます。なるほど、わかりました。ノートはじゃあ比較的あの製造も早い、はい、パーツセンスも少ないということですね。はい、そうです。はいはい、斉藤さん、こちらは、はい、デスクトップを作ってるんでしょうか。今ご覧いただいているのはワークステーション、はい、ワークステーション、はい、でワークステーションの、 あの当社で一番スペックの高いハイエンドモデル、はい、Z8 を、はい、作っているところになります、はい、やっぱりワークステーションになってくると、はい、カスタマイズの範囲も広い。はい、非常に多いです。 Z8 で、まあ、主要な部品のカスタマイズの種類というかそれを計算したところ2000万ですね。2000万、はい、パターンってことですか。パターンです。2000万パターン、はい、ちなみになんか在庫しているパーツの種類も3万とか4万になると。はい、そうですね。それを組み合わせて、はい、まあ、2000万パターンぐらいになると、
最大ですね、はい、いうことですね、はい、じゃあやっぱり製造も結構時間もかかるし、はい、能力のある方じゃないとできないってことですか。あのワークステーションの場合は組み込みをする部品の種類とか非常に多いですので、ご覧いただいたようにノートと比べてオペレーターの数も違いますし、この工場の中ではスペックの高い人たちが対応しているという形になります、うんうん、でも基本的には、はい、いわゆる多能工を目指されていると伺ったんですけど、はいまあ、最終的には誰でもどれでも組み立てられることを目指されている、はい、はい、そうです。はい、さっき、ね、ご説明していただいたようにワークステーションを、ね、流しているラインの横でデスクトップがスタンバってますね、ワークステーションが終わったらすぐデスクトップの製造に移ると、同じラインでさっと切り替えられるっていうのはですね、なかなかすごいと思います。はい、今ね、モニターを映してますけれども、これ何かというと実は映像マニュアルみたいなもので、各ね、組み立てるオペレーターの前に1人に対して1台このね、モニターがあって、組み立て作業が動画でチェックできると。紙のマニュアルもあるんですけれども、やっぱり動画の方が分かりやすいですよね、これで必要な時にはね、チェックできると。やっぱり1人がねたくさんのバリエーションの製品組み立てるので、分かんなくなっちゃってもねすぐチェックできる体制が整っているっていうのはいいですね。はい、最初にですねメイドイン東京のシールステッカーですね貼るというね、手順が行われておりますけれども、もうこれ工場東京から絶対移転できないですよね。これがですね、実は小さいシールねいっぱいついてるんですけれども、製造する1台ごとに、オリジナルのね、異なるバーコードがついていると。で、製造中の管理から、まあ、我々ねユーザーの手元に届いてもこのバーコードが貼ってあるので、まあ、いつどこでね誰が製造したとかね、どんな部品が使われたかということがバーコードで一発で分かるという仕組みになっております。斉藤さん、こちらの画面は何が表示されているんですか。はい、これはですね1台の PC に、まあ、組み付けられる部品が先ほど見られていたバーコードを読み込むことによって、はいはい、表示されています、はい、で今度は台にいるオペレーターが部品にすべて、バーコードがついていますので、それを読み取ることによってオーダーと合っているかどうかっていうチェックをするとともに、それぞれの部品についているシリアル番号もここで読み取りをしているっていう形になります。パーツが万が一間違えて組み付けられることもないように管理をしているということですね、はいはい、はい、違っていればエラーが出ます。はい、はい、こちらがですねプリテストのですね第1段階ですね、テスト2段階ある。最初がプリテストということで、ここではですねテスト用の OS を組み込んで、有線 LAN で接続してね、正しいパーツがついているかどうかといったテストをします。でその後にテスト用のプログラムを組み込むまでの工程になります。こちらはですねプリテストの斉藤さん2つ目というエリアですよね、はい、こちらでは人が対面で、はい、例えばキーボードとか、はい、ディスプレイとか、はい、各種ポートですね USB とかのね差し込み等のチェックをしているということなんですが、はいはい、人がチェックするとミス起こる可能性あると思うんですけれども、はい、 そうですね、それを防ぐ工夫をちょっと教えていただきたいんですけど、はい、単純に OK ということで、次に進むっていうことではなくて、ランダムに数字が出てきてそれをキーにしたりだとか、うん、あとは聞こえてきた音の、うん、数字を必ず入れるとか、例えばスピーカーのチェックであれば、はい、スピーカーから2、3って聞こえてきたら、はい、キーボードで2、3を押さないとチェックしたことにならない、はい、はい、そうです。なるほど、意外に単純ですけど、はい、深い工夫があるんでしょうね。はい、斉藤さん、これは、はい、プリテストが終わった次の工程ということですかね。はい、連続動作試験をこちらで行っています。ちなみに動作試験ってどれぐらいの長さで行うんですか。製品によってまたスペックによって大きく変わります。デスクトップの製品ですと、まあ、2時間ぐらいと言われていますし、ワークステーションのハイスペックなものですと24時間ほど時間かかります。それぐらいテストするのもあるんですね、はい、でこれはテストが終わった、当然 LAN でつないでテストしてるってことですよね、はい、そうです。テストが終わったらソフトウェアの書き込みもここで OS とか、はい、テストが無事問題なく終わりましたら、今度はお客様が購入されたOS であったり各種ソフトウェアがここで自動的にインストールされる形になります。なるほど、はい、これは、このままテストが終わったら次へ行くんですか、このラックごと。テスト、それからソフトウェアのインストール後、このラックは梱包エリアの方に移動していきます。じゃあテストが全部完了して問題がなければ、はい、このラックごと、はい、まあ、ランを抜いて、はい、梱包エリアに進んでいくと。はい、そうです。はい、ありがとうございます。斉藤さん、こちらは梱包のエリア、はい、
になりますか。梱包もラインになるんですか。はい、そうです、ラインで動いています。ラインで行っていることは、まず出来上がった製品に、工程の間で汚れや傷がないかっていうチェック、チェック、最終外観チェック、はい、外観チェックを再度ここで行っています、はいはい、で、あとですね、梱包箱に入れるですね、あの物を全てトレーの方に準備をして、で、それらが問題ないかっていうチェックをまたバーコードを通して行って、で、その後箱の方に詰める形になります。なるほど、じゃあここは単なる梱包だけではなくて、はい、外観のチェックなどの検品も組まれていると。はい、はい、そうです。もうオーダーが来た時点で、はい、じゃあバーコードは生成されてると、はい、でそのお客さんが、はい、例えばマウスをつけてくださいっていうオーダーが入っていたら、はい、ここではマウスも入れてねっていうことがバーコードで分かるということですね、はいはい、これ斉藤さん今写真をここで撮ってるんですか。はい、箱に入れる素材ですね。これが合ってるかどうかっていうのをバーコードチェックして、はい、でそれを確認して、全部これバーコードが見えるように置いてあるってことですね、はい、です。あ、じゃあ写真で記録するだけじゃなくて、はい、バーコードで入れるべきものが揃っているかどうかを、はい、全部バーコードを読み取ってチェックしてる、はい、チェックしてる。なるほど、はい、こちらの機械はですね、段ボールの、ね、箱をカットしたものが納入されたのを組み立てる機械ということで、はい、製品ごとに、まあ、箱がね全然違うわけですよね、はい、それをもうほぼ機械で組み立てちゃう、はい、さあ皆さんここでクイズです。ここにですね、まあ、梱包の、ね、材料箱とかね中に入れるものがたくさんありますけれども、さてこれ全部でどれぐらい分でしょうか。 A1 番目3日分、2番目1日分、3番目約半日分、どれでしょうか。考えてください。結論は概要欄にコメントでね文字で書いておきますので、ぜひ見てみてください。斉藤さん、こちらはもう出荷のエリアということでよろしいんですか。いえ、ここはですね、はい、梱包のエリア の、まあ、終わったものが、はい、ここにパレットの方 に積まれている形になります、はい、でここでちなみに、はい、最初にスタートしてから、はい、ここに来る箱に詰め終わるまでって、はい、どれくらいかかるんですか。最初にバーコードが流れてから、はい、最後に箱に製品が入るまで、はい、製品によって大きく変わります、はい、もちろん、はい、先ほど検査の時間のお話しましたけれども、はい、まあ、24時間以上かかるものもあれば、はい、早ければおそらく1日早ければ1日、はいはい、斉藤さん、なんかぜひこのパレットを自慢したいっていうことだったんですけど、はいはい、どこがすごいんでしょうか。はい、まず素材が、はい、段ボールでできています、はい、重さは7キロですので、パレット1個7キロ、はいはい、片手でこう持ち上げることもできますし、うんうん、はい、で、こちらですね350キロの重さも耐えれるという形になっています。あ、この1個のパレットに350キロのものを乗っけて、はい、フォークリフトでこう持ち上げて、はい、段ボールなのに運べる。はい、はい、そうです。でもこれそんなに長くは使えないんですよね、まあ、水でやったりだとか、はい、それから突き刺してしまったりとかするとやっぱり耐久性とか問題が出てくると思いますけれども、はいはい、きちっとした使い方をしていただければ、結構長く使えます。そうなんだ、はい、やっぱりいわゆるプラスチックとかね樹脂を使わないで、はいはい、リサイクルできる紙を使うっていうところが、はいはい、サスティナブルと、はい、あれ斉藤さん、もうこれで一流れ終わったかと思ったら、はい、まだあるのですか。はい、はい、梱包終わった後に、はい、まあ、製品 の、はい、外箱についているラベルに まあ、ある記号がついています。記号がついてる、はい、はい、でその記号がついている製品については、抜き取り検査ということで、はい、こちらのエリアに運ばれていきます、はい、つまり、はい、ランダムに製品の、はい、ところに記号がついていると、はい、その記号がついているものは抜き取って、はい、ちゃんとできてるかどうか検査してる、はい、はい、そうです。皆さん、もうねこの動画見てくれた方に超スペシャルな情報があるんですけど、なんとその記号は PA らしいです。皆さんが買ったパソコンに小さく PA って入っていたら抜き取り検査を経てる可能性があるわけですよ。斉藤さん、これ抜き取り検査は、はい、まずちゃんと入ってるかっていうことを確認するわけですね。はい、そうです。で続いてこちらでは何をしてるんでしょう。はい、実際にお客様が使っていただくときの、いろいろな機能が、問題なく動くかどうかっていうことをグローバルで決められた診断プログラムに沿って行っている形になります。なるほど、はい、これがあれですよね、まあ、そんなことないと思いますけど、は
たびたび引っかかるようだったら何か工程の再チェックが必要だとかっていうことになるってことですね。はい、あのもしそういうことが起きれば、起きればってことですよね。はい、そういう形でもやらないとそれも把握できないから念のためにやるということですね。はい、そうです。はい、はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、東京のね日野にあります HP のね工場を見学しに参りました。皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。とってもね皆さん楽しかったと思います。他では聞けないようなネタも入っていたと思いますので、皆さんもねぜひ楽しんで見ていただければ幸いです。はい、最後にねマウスコンピューター、国産でね有名なマウスコンピューターの工場を見てきました。マウスコンピューターもノートパソコンに関しては海外からもう組み立てキット的なものを購入してきてそのまま作ってるといった感じですね。デスクトップはオーダーに応じて自社で組み立てているという形になります。まあマウスコンピューターの場合はですねカスタマイズが多いので、まあいわゆる BTO といった感じの組み立てになっておりますけれども、その辺もねぜひご注目ください。こちらのね工場も長野県にあります。皆さんこんにちは、戸田悟です。さあ皆さん今日は僕はですねマウスコンピューターの工場に来ております。長野県の飯山市まで新幹線に乗ってやってまいりました。実はですね僕ね 4,5 年前から工場見学させてほしいよということでお願いしていたんですが、まあ、途中ねコロナがあったりしてなかなか叶わず、ようやく2023年の10月の、ね、初旬ですけれども見ることができました。皆さんもねぜひ一緒に工場の中見学していただきたいと思います。ちなみにですね工場の広さは14,000平米、入り口そんな広くないですけどね、中はすごく広いので楽しみですね。今回はですね3つある工場というかね、いわゆる組み立てスペース3つあるんですけれども、一番大きい場所をねメインに見ていきたいと思います。でちなみにですね事前情報として今伺ったんですけれども、なんとここで働いてらっしゃる方々基本的には直接雇用、まあ、社員の方とねアルバイトの方いらっしゃいますけれども、派遣をね使ってない、全部心を込めて自社のメンバーが作ってます。これなかなかすごいですよね。他の工場いろいろ僕見学してますけれども、派遣の方がほとんどですという会社ばかりなんですよ。そんな中でやっぱり直接雇用しているのはすごいなと思いました。もちろんね繁忙期だけはちょっとお手伝いでね派遣の方が少しいらっしゃることもあるようですけれども、ということで早速回ってみましょう。楽しみですね。皆さんではお待ちかねのですねマウスコンピューターの工場をですねこれから見学させていただきたいと思いますけれども、今日案内してくださるのはマウスコンピューターの横尾さんですね。はい、部署などちょっと教えていただきたいと、はい、生産本部、生産本部はいます。ちなみに何年ぐらい、そうですね15年ぐらい、15年ぐらい、はい、ベテランですね。はい、ずっとこちらでですね、はい、生産とか設計とかに関わっている、はい、ということですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。横尾さんということで今日はですねあのマウスのパソコンですね、ノート、デスクトップが、まあ、できるまでの流れをですね、まあ、工場見学という形で紹介していただきたいんですが、はい、まずこちらは、部品が届く場所ですね。そうですね、はい、受け入れ口というですね、はい、そうです。ここは、もう毎日のようにいろいろな部品が届いています。その通りですね。はい、はい、でストックもここでされるんですか。そうですね、ストックもこちらで行っています。はい、ピッキングはどこに。ピッキングはこの後ですね、はい、の次の工程でご案内させていただきたいと思います。じゃあここで、段ボールが届いたものを、はい、この後を箱から出して、はい、取り出しやすい。そうですね、はい、ですね、はい、わ、はいはい、かりました。はい、次行きましょう。マウスコンピューターではパーツが届いたときにこういうシリアルですね、バーコードですね、はい、そうですね、がついているのでこれで登録して生産の管理をしているということです。はい、こちらはもうメーカーから来る時点でついてくる形になるんですね。はい、ついているものでついていないものについては、弊社オリジナルの、ランダムなシリアルを準備して、シリアルを貼って、はい、全て管理しています。はい、わかりました。これはあれですか、最終的にユーザーの元に行っても誰のところにどのボードが行ったかっていうのが分かるようになってるっていう。その通りです。万が一故障があった時も、はい、どのとのどれだっていうのが分かるということですね。こちらはピッキングのエリアです。こちらにですね今たくさん並んでるのは、まあ、いわゆる説明書とかですね同梱する紙類ですね。これもですね指示書がペーパーレスで届くので、届いたデータに応じて指示書を読み込むとですねここにランプがついてるんですね。でこれが光るので光った紙を取って、ランプを押すと、そうすると光が消えると、要するにそれで取得漏れが防げるという仕組みを取っています。でこの後じゃあパーツを見ていきましょう。今こちらはですねまさにピッキングをしています。このカートの中にですね組み立てる1台を組み立てるものに
要な部品を集めているということですよね、はい。カートにはですね、こういう札がついてまして、この札でね、何曜日に出荷するかが分かるようになっているというわけですね。最短でビジネス向けだと翌日出荷、はい、そうですね、オプションで、はい、翌営業日出荷、翌営業日出荷、はい、コンシューマー向け、一般的なデスクトップであれば4営業日、だから1週間分で足りるってことですよ ね、はい、これ8日分あったらダブっちゃいますもんね。そうですね、製品の、まあ、バーコードのようなものを読み込むとですね、タブレット上に集めるべき部品のリストが出てきます。目視でどの製品が必要かをチェックして、ここについているですねバーコードを読み取って、タブレットの情報と合っているかを確認します。はい、こちらがタブレットの情報です。横尾さん、こちらは、はい、さっきは、メモリーとか SSD なんかをピックアップしましたけど、はいはい、こちらはもういわゆる倉庫だと思うんですが、はいはい、こちらはもうちょっと大きなパーツというか、それ以外のパーツがほとんどあると思うんですが、はい、そうですね、はいはい、でここは主にサプライ品、そうですね、この通りはサプライを保管している通りになります、はい、マウスとかキーボードとか、そうですね、はいはい、であっちに行きますと、あっちに行きますとベアボーン、それからその次に、VGA とかっていうところ、はい、大きい部材が保管されています。なるほど、工場が3つあると思うんですけど、はい、3つの工場のパーツも全部ここにあると思うんですか。その通りですね。じゃあノートパソコンのパーツもデスクトップパソコンのパーツも全部ここにあるという理解でいいですね。横尾さん、今こちら第1工場の前景をね今映しておりますけれども、はい、こちら一番大きい工場と思っていますか。そうですね、はい、で作ってるのはデスクトップとノートパソコン、はい、両方とも作ってるんですね、はい。で製造はですね、あの僕いろんな工場拝見してるんですが、ラインという感じではない、ね、そうですね、はい、セル生産という形で1人1台を組み上げるという生産方式を採用しております、はいはい。この方法のメリットはですね、多品種小ロット生産に向く方法だと僕は思ってますが、はい、合ってますか。その通りです、はい。なので技術者の方はね、1人であらゆるパソコンが組み立てられる能力が求められます。その通りです、はい。その代わりどんなパソコンにどれだけの注文が来ても対応できると、はい、その通りですね。ある意味今週はノートばっかり来たとか今週はノート1台もないぞでも、はい、全員が対応できる、はい、ということですね、はい、やっぱりそこあれですね、単一機種の生産台数がそこまで多くないっていうのも理由ですかね。そうですね、はい、BTO の、はい、特色の生かした生産工場、はい。工場入ったですね、一番最初のエリアですね、ここでは先ほどね、カートにピッキングをしてきた、各種パーツをチェックしてですね、全部登録をしていきます。当然取り漏れとかね、取り間違いの、修正もここで分かるっていうことですよ ね、 そうですね、はい。でさらにお客様のシリアルに対して、製品のマウスがつけた、まあ、番号ですね、それが合致していくので、まあ、万が一故障したりした時もすぐにどのロットか分かるようにしているということですね、はい。こちらがですね、ケースが並んでいるエリアになります。実は先ほどピッキングした中にケースは入っていなくて、ピッキングをしたですね、このね、箱のところにですね、番号がついていまして、それでケースは最終組み立ての時に、組み立てる方が自分で取るという方式になっています。デスクトップの場合です。こちらが組み立て工程になります。まあ先ほどピッキングされた部材を、まあ、こちらの、画面にですね、はい、シリアルを読み込むとそれぞれの、はい、状態に合わせて、それに必要な資料が全て表示されるようになっています、はい。でそれを見ながら1台1台組み立てていくと。これはあれですか、どの機種組み立てるかわからないわけじゃないですか、はい、組み立ての手順とかは皆さんもう分かってるんですか。そうですね、こちらもあの工場 の、はい、現場の声を吸い上げてできたシステムなんですけども、はい、全てここのシリアル、お客様の注文番号を読み込みますと、はい、それに必要なですね、組み立て使用書、こういったものも表示されて、それに合わせて、確認しながら組み込んでいく。今まで自分が組み立てたことのないものが来る可能性もあるってことですよね。そうですね、ただ、その前本当に一から、実際やるのではなく、その前に一応教育を入れた上で、はい、なるほど、そのケースには挑んでいただくと思います、はい。順番とかを戸惑わずにもう見れば分かるっていう感じですか、現場に来ると。そうですね、はい、そうです。あ、もう見れば分かると、はいはい、もう熟練された方はもう、あ、はい、なるほど。ちなみに1台組み立てるのに平均どれぐらいかかりますか。そうですね、長いもので難しいもので50分、難しいもので50分、はい、はい。
早いものならまあ20分弱。早いもので、その長いものっていうのは例えばなんか水冷の組み付けが大変とかそういうことですか。まあ、まさしくこれなんですけど、はい、はい、まあファンが多かったり、あ、ファンが多い、はい、はい、ラジエーターがついてたり、はい、中が狭かったりとかいうのもありますか、やっぱり。そうですね。あ、それでも時間がかかってくると。はい。はい、ただやっぱ大きいものはいきなりにその電源から出てるケーブルが多いので、はい、やっぱりその分は時間がかかります、ね。はい。はい。ありがとうございます。ノートはですね、全部外装も含めて一つのね、こう箱に必要なパーツが全部入ってきます。で、先ほどのように、はい、画面に出てきた指示書に従ってですね、作業をしていく形になります。こちらはですね、内観工程という、要はですね、出荷前チェックと思えばいいと思いますけれども、ちゃんと組み立てられるか、ネジがきちんと締まっているか等人の手で作ってますので、別の方がですね、第三者の目線でチェックする工程ということで、これは組み立てた全製品、チェックをしていくということで、細かいところはね、ライトで照らしてちょうどチェックをしているようです。で、手順のですね、中にはこのようにですね、漏電とかね、感電しないかというですね、チェックも前代行っています。こちらでチェックしているのはデスクトップのみの全製品ということになります。ちょっとね、ゲーミングデスクトップっぽいのもちょうどチェックしているようです。製造が終わりましたら、こちらでですね、バイオスを書き込んでおります。各機種に合わせたね、バイオスが、これネットワーク経由ですか。これはね、USB です、ね、あ、 USB で書き込んでるということですね、はい。バイオスは自社製になりますか。オリジナルです、ね、あ、バイオスはオリジナルの自社製を使っていると、はい。横さん、こちらではバイオスまで入ったものがここに流れてきて、はい、今これは OS を入れてるという感じですか。そうですね、はい。OS 以外のドライバーなんかもここで入れるということですか。はい、はい。これはネットワークで入れています。こちらはネットワークですね。で、はい、でこちらではですね、もう OS まで入った製品が並んでいます。で、ここにですね、ちょっと字違なくてもいないと思うんですが、どんなパーツが組み込まれているか一覧で出てきますので、まあ、間違いがないか最終確認をしつつ、動作チェックもここにしていくという形になります。こちらはですね、エイジング工程ということで、出荷前に負荷をかけて、まあ、初期不良とかをですね、防いでると。例えば SSD の不良なんかもここで弾くという感じですかね。はい、これまでパーツが壊れていれば当然不良になるということで、それを防ぐという感じですね。はい、わかりました。これ、パーツを手に入れた段階でのじゃあチェックはしてないと。そうですね、組み込んだ状態で最後にここでチェックしていくというイメージですね。はい、わかりました。キーボードのチェックとかはされてるんですか。はい、こちらは検査工程で全て全数、あ、検査工程で全数チェックしてると。はい、わかりました。横さん、こちらはもう最後の箱詰めと考えればいいでしょうか。はい、はい、結構なんか時間がだいぶ、そうですね、ここは一番お客様のもとに届く最後の、工程ですので、はい、一台一台心を込めて拭き上げて、間違いないように梱包の方を拭き上げるっていうのは、製造中についた汚れとかをきれいにするですね。はい、はい、で、ここでもそのどの製品にどの箱を使うとか、はい、どのその緩衝材を使うとか違うと思うんですが、はいはい、そこもやっぱりさっきの ID で管理されてそうですね、すべてが ID で管理されています。 ID で管理、はい、なるほど、わかりました。ちなみにこれ作り始めてここに来るまで何分ぐらいかかるんですか。だいたいそうですね、1日くらいですね。だいたい1日ぐらいかかる、はい、ですね。じゃあ夕方始めたのは翌日の昼過ぎにできる。そうですね、はい、あ、じゃあ途中のところで時間切れになればそこでその日は終わるやつもいるということですよね。はい、完成したですね、パソコンがこれ最後のね、出荷の工程になりまして、まあ、送り状までここで発行しているという形になります。ここはもう出来上がったものがですね、届いてこれから出荷になるという最後のエリアだと思うんですけども、はい、なんか全然製品ないんですけども、はい、大丈夫なんですか。はい、はい、これはなぜこんな状態になっているかというと、はい、完成した製品をすぐ、そのところから出荷されるので、はい、ストックがほぼありません。ここでもう大量しないで、はい、次から次へと行くと。そうですね、はい、いうことですね、はい。ここはですね、まあ、出荷前に抜き取り検査をしておりますね。大体何パーセント、仙台に1台とか抜く 10% 抜き取ってる、はい、10% 抜き取ってチェックをして、万が一不良が発生した場合には、その担当者が作ったものその日の分は全部出荷を止めて再チェックということになるというわけですね。はい、横さん、こちら今結構後ろでゴーゴー音が出てますけれども、はい、こちら試験室ですね。そうですね、はい、この大きいものはこれ温度か何かの試験ですか。そうですね、こちらが高温層、高温層、はい、になります。はい、
まあ、こちらでですね、今35度 40% の、湿度435度、ね、湿度 40%、はい、大体夏の暑い環境で、はい、まあ、負荷をかけた状態で熱暴走とかしないかどうかというのをテストしています。これは検品ではなくて、はい、開発時のチェックですか。そうです。あ、全品テストはこういうテストしてるんですか。ここでは、はい、なるほどですね、わかりました。ここはあとは何ですか。あとはこれが開閉試験機になります。液晶パネルの、はい、開閉、はい、そうですね、これ3万回くらい。そうですね、はい、2万回2万回、はい、はい、試験は3万回。これノートは全機種やられるんですか。そうですね、全部の機種、はい、全機種やられる、はい、まあ皆さん僕の動画では結構もう見慣れてるかもしれないですけどどのメーカーさんにもこれがあるんですよね。何万回も24時間動かして、ずっとこれ2万回やるって1日は終わらないですよね。半日ぐらい、半日12時間くらいで終わります。あ、12時間で2万回は、あ、12時間で2万回は今ですね、防音室の扉を閉めてもらってます。もうね、さっきの品質チェックの部屋とは桁違いに静かになりましたが、これで30デシベル以下っていうことなんで、でもね、普通の人の家の寝室で静かな時もそんなもんですよね。そうですね。はい、その静かな部屋で今ですね、デスクトップのファンの音、ファンのノイズとかですねを測っています。ノートでも計測すると。これは、これも開発時にやるという理解ですか。そうですね、開発時に、まあ、ファンのところのコントロールっていうのが全部、まあ、どのマザーボードでもついてるんですけど、はいはい、ファンコントロールのところを調整して、はい、で一般的には50デシベル以下、まあ、50デシベル超えるとやっぱり騒音っていうレベルになってしまうので、はいはい、うるさいですからね、はい、それ以下になるようにファンコントロールの方を調整しています。うん、ファンの回し方を調整していく。あ、そうですね、回転数のところのこういうカーブがあるんですけど、はい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 、中やっぱり熱くなると回転数上がるので、はい、そこのところを温度上がらないように回転数をギリギリのところで調整。なるほどね、当然性能は落ちていきますもんね、ファンの回転数が下がっていくと。あ、そうですね、はいはい、なんで性能を維持しつつ温度をできるだけ抑えるっていうところ、かつうるさくないようにというバランスを取ってるということですね。はい、皆さん回してるアプリは 3D マークですよ。普通にね、我々も使える同じアプリでファンのノイズを計測しています。こちらはですね、照明の色を変えて、カメラのですね色合いをチェックすると、ここにねカラーサンプルモノクロのがありますけれども、ノートパソコンのね、カメラのチェックをしているお部屋です。ちょっと色変えていただいてもいいですか。はい、今ちょっと青っぽくなりましたね。これ今僕が撮ってるカメラが自動である程度変更しちゃうんで、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、部屋の色合いが変わるお部屋です。今日はですね、はい、マウスコンピューターの製品ができるまで、紹介していただきましてありがとうございました。ありがとうございました。僕のまあ拝見した率直な感想なんですけど、基本的にはユーザーが自分で組み立てる代わりをしていると思っていいですかね。そうですね、はい、いわゆる BTO とかで組み立てる代わりに全部心を込めて組み立てたらいいと、はい、まあ、ユーザーがやるのとの違いは動作チェックとかそういうのがもう全部ロジカルにできるので、不良をつかむことがないという感じの感覚でよろしいですかね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、今後もですね、また機会があればマウスコンピューターさん伺いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。以上、4社の工場を夏休みスペシャルということで皆さんにもね見学していただきました。いかがでしたでしょうか。実はね、僕これ以外のねパソコンメーカーの工場もたくさん行ってるんですが、残念ながら YouTube をね始めていなかったので、またねこれからも行ってみたいと思ってます。海外の工場もね、僕2カ所3カ所かな行ってるんですけれども、これからも機会があれば工場見学追加していきたいと思います。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。